中国には国有銀行の不良債権を処理する金融会社がありますが、そのうちの一つ、華友が投資ファンドから24億ドルも調達しました。その一方、同じく不良債権の処理会社で去年、香港に上場していた信達は8月28日、株価が急落しています。不良債権処理会社の正式名称は資産管理公司です。中国では以前、4大国有銀行それぞれに対応する資産管理公司が設立され、銀行の総資産の 15% にあたる不良債権を引き受けました。華友は中国工商銀行、信達は中国建設銀行、長城は中国農業銀行、中国東方は中国銀行に対応しています。華友によると、華友への投資には、世界の投資ファンド80社以上が興味を示し、最終的に 21% の株式を売り、24億ドルを調達しました。買い手は中信証券、中国国際金融有限公司、ゴールドマンサックス、ウォーバーグ・ピンカスなどです。また、華友は今年中に香港で上場する予定です。不良債権処理会社は国有銀行から不良債権を格安な値段で買い取ってから処理をし、利益を得ます。中国農業銀行と中国銀行はそれぞれ今年上半期の不良債権83億元分と70億元分を売却しました。このほか華友は7月、ドル債券の売却により15億ドルを調達しています。中国経済は成長が鈍化しているにもかかわらず、金融機関の不良債権は急増しています。そこで不良債権を処理する華友や信達に投資が集まるのです。専門家はこれについて、国有銀行は中国で独占的な地位にあり、何もしなくてもお金を稼げるので、投資家は不良債権処理会社にも信頼感を持つと分析しました。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、不良債権処理会社は目下、業務の範囲を広げており、ほぼすべての金融の領域に進出しています。例えば、華友は証券、保険、リースなどの分野で、いずれも子会社があります。就会造成两种结果，第一是资产重组，第二呢是变卖资产。所以当他吸收了足够的资本的时候，他就能够在市场上有话语权，他就能够优先得到好的投资机会。不良債権処理会社の中で最初に香港に上場したのは信達です。去年12月に上場してから最初の2ヶ月で信達の株価は 50% も上がりましたが、今年は逆に 18% も下落しました。これについて専門家は、信達などの資本管理会社は、実際のところ国有企業だが、国有企業は将来に期待が持てないと述べます。国有企業是没有效率的，往往是良好的登记，但是呢可怕的结果，所以它在实际运作的过程中，往往最终的结果还是不好。フィナンシャルタイムズの報道によると、中国では90年代末、政府の掛け声のもと、過剰な融資が行われた結果、国有銀行の不良債権率は 40% に達しました。これを受け、政府は1兆4000億元の不良債権を銀行から切り離し、新たに設立した不良債権処理会社に処理をさせました。その後、不良債権処理会社は、政府から数千億元の援助を受け、株式を外国の投資家に販売しましたが、最終的には4社とも香港に上場する予定です。とはいえ、政府はなお多くの株式を保有しており、会社を支配しています。中国の大手銀行、数行が提出した報告書によると、今年の上半期は不良債権が急増しています。これを受け現在、中国の大手銀行の取引価格は、帳簿価格より低くなっています。新東人テレビがお伝えしました。